本物の反省会です。本物の反省会ですな。ミドさんでも酒に逃げれないから辛いですよね。そうね、確かに。だからミドさん結局スキルで超えるっていう、うん、あの知能で何とかしようとしてますよね。うん、これ酒だな。これかな。はい、お疲れ様です。寝ないの？寝ません。寝たいです。左寝てる。寝てるわ。寝てる人がいますよね。寝てる人います。人と話しに出るっていいな。集中してるな、ね、こう一人芸の反省会のね、はい、まあ、一人ずつ自分がどこをどうしたら良かったかっていう、ね、はいはい、一応こうみんなと雑談しつつ、はいはい、回していこうかと。反省会兼罰ゲーム配信、はい、罰ゲーム。で、じゃ あの一番バッターだった長田さんがまず、うん、はい、自分の反省点。反省点、うん、あのね、多分後々でも出てくると思うんですけど、うん、焦るとどんどん会話のテンポが早くなっていって、うん、時間配分とかも全くなくなるわけです。そうなってくると、こう、どん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 自分を袋小路に追い詰めていって、お皿小路だけに。お、うまいこと言ってた。お前、胸のすんない？いや、いいけど。そうそう。それで、うん、焦ると、どういうふうに話を組み立てようとかもどんどん崩れていって、うん、そこに追い打ちをかけるようにコメントで、落ちはあれ、うまいよね。うまいよね。ねえんだよって。あの、こっち素人だぞ。そうそう。長田さんのね、マジギレっぽいセリフを聞いたなと思って。長田さんってどんな時でも丁寧な言葉遣いを使うんだけど、久しぶりにね、素の言葉を聞いたなって。ねえよみたいなね。あ、本気だ、小沢さん本気だ、ほら、落ちは。落ちはきつい。あれはきつい。普通にいいとさ、ありがとうございます。もうフォローされてるもん。ありがとうございます。じゃあ、ね、やっぱ、フォローされるような感じだったんかもね。でも、落ちは。初めだからね、何に逃げていいかっていうのをまだ分かんなかったんだよね。うん、ああ、確かに。まあ、あんまりね、一番最初はきついっしょ。うん、でもね、変なことを考えるよりも、なんか、いつもやってることで、うん、まあ、延長しとけばいいのかなと思ったけど、うん、それもね、態度がね、立たれた時にはどうしようかと思った、本当に。はい。だから、うん、まあ、まあ。いつもだって、ユーザーさん優しいからね。うん。なんか聞きたいこととか、これどうとか言ってくれるのにさ、もうみんな聞く気でしかないからね。そうそう。もう早く面白いこと言えよ。ほら、言えよ、言えよみたいなさ。で、次はみたいな。芸人じゃねえんだからね。落ちなかったけど、頑張ったよ、落ちなかったけど。ありがとうございます。ありがとうございます。左のピンクはひげおやじさんですね。ピンクいきろ。その感じですか、うん、自分的な話で。次回やるとしたら、ここをこう変えたい。ね、ネタのバリエーションと話すスピード、うんうん、ね、でも僕ね、うん、ネタそろそろ尽きてきてるんで、パチンコネタはもうそろそろもういいでしょ、はい、あれは、はい、あれもね、話すところ誰に向けて話してるのか全然分かんなかったからね。僕雑魚ネタ結構面白かったんで。いや、あれ面白かったっすね。あ、そうですか、ね、はい、何、身を切れる人は面白いよ。面白いね、足の長いやつみんな死ねばいいみたいな。だってこんなとこ通さねえからさ。よーそうだよ、あれ。ジーパンそんな気がないから。確かにね、こんなに切ったら損した気にはなるんだろうなと思って。もったいない、もったいない。もったいない。そんな詰めねえよって。5分すればよかった。人だむじゃないところは良かった、うん、ありがとうございます。確かに長田さんらしいよね。ね、あ頑張ったけど、まあ撃沈しちゃったみたいな、ちょっとね、そんなところもあるんですけど、まあ、そう5分にすれば多分割と良かった、ね、5分だったら結構まとまってたもんね。あ、まあ、はい、じゃあ2番目の、はい、ゆうさんに。私です、私ですかね、はい、まあ、自分の反省点から。そうね、まあだから最初にだからその自分の普段やってる放送の通りにとかってひろゆきが言ってたから、はい、まあやっぱしたら自分のカメラ回すしかないだろう、はい、とまず思ったね、はいはい、で次にそのじゃあ何を紹介すればいいだろうっつって、うん、で最初にやっぱ想定してたのは自分のやっぱなんてカバンの中と、はい、あとあそこの今日持ってきた新機材に関しては紹介しようと、はい、あ、よかったっすね。そう、で、はい、まあでも反則だよあれは。いや、まあ反則ではそうなんだけどね。持ちネタといえば持ちネタだ、持ちネタだ、だからそっから先どうしようかって思った時に、うん、とりあえず
中とかも紹介しようと思ったんだけど、何分だかこの狭いフィールドで、その普段はこう、いろんなところ歩き回りながら、ここにこんなものがありますよ、ここにこんなものがありますよって見せるにしても、この狭いフィールドで一体何を紹介しようと思うのか。見るからね、紹介するものを探してね。そうですよ。いやこれカメラ乗せたおっさんがうろうろしてあれはいい絵だって、こんでいいのか分かんないよね、こっちからの視点とか面白いんだよ困ってる変なおっさん、そう、でそこでコメントでグニャラ君の単語が出て、ああじゃあグニャラ君のつけたのいいかっていうこうね、ずるいけどよかった、思い返すと面白いな、いや初めてじゃない、本当に反省してるでもね、みんな今ちょっとね、自分やったって感じしないんだよね、あれ失敗したここみたいなというわけで、やっぱりね、その、ちょっとね、いやアウェイの状況で自分の、なんかホームの状況に無理やり持ち込もうとしたのがあまりにも無理やりすぎてちょっときつかった。だったらやっぱり、なんていうか雑談で、なんていうか自分でやっぱり持ちネタ削った方が、まだ、間が持ったかもしれないなってなって。ミロさんの放送の場合、あれ見せてとか、うん、みんなが周りのイメージ知ってるんですよね。まあ、そこからこっち行ってとか、うん、ああいうあの指摘が全くない。自分でやるだけ。みんな、ふーん、ふーん。光った、すごーい。反応してるけど、すごいって言われた後、俺どうすればいいんだろう。みんなサービスする気ないからね。次何見せてね。ミロさんの放送はこう、歩いてて、あれあれだよねって言って、うん、で、共感ありなんだよね。で、それで、あ、これはですねってすごい説明が入るから、あ、なるほど、みたいになるけど、うん、ここを出てて、ね、遊び場に行ってないからね。そう。123番さん、野外に解き放って初めて行った。だから、あれで思い切ってもう、エレベーター乗って降りちゃうって手もあった。ああ、いや、それはね、考えてた、はい。考えてたんだけど、はい、10分の時間だと足んないのよ、やっぱり。ああ。だからさっき、エレベーター電波切れんのよ。そう、なるほど。だからさっき、だからそこで、だから、なんとか雑談してる時に、うん、その休憩時間の時に、だからもっと尺が長いんだったら、それなりにって言ってます、そういうこと。はいはいはい、さあ、例えば30分だったら、もう、外出ちゃう。新宿中央公園とか行っちゃうから。それは全然行けますよね。うん、で外出ればね、ミルさんはね、いくらでも行けるんだよ。そこ封じたのはね、僕的にはこの企画勝ちだね。そっち持ってきた。お前だったのかよ。まあまあそんな、うん、そんな感じで。司会じゃなくて、実質ピン芸だからね。はい、司会ってタイトル書いてるけど、何の司会でもないからね。フォロワーいないからね。ミルさん帰ってきたら、席に2人しかいない。お前ら卑怯すぎないよね。というわけでございました。はい、面白かった。ありがとうございます。頑張った。はい、じゃあ3番目、ね、はいはい、あ、グラスが空でございますすいません、あの1本やで本当申し訳ございませんでした、審判来た SQ 審判ですよ来たし、ヒゲさん帰ればまたそれかヒゲさんには触れないだけ、お前は帰れ、もうやめろ、いや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 、あのね、本当ね、あのだからノブだよ、一つ言わなきゃいけないことは、あの本当に皆さん申し訳ございませんでした、あの僕のせいでだよね、僕のせいでね、あ、長田さんの時はね、ヒゲさんは笑ってちょっと場を面白くしようってね、うん、多少考えてたと思うんだけど、うん、自分の番が近づいたらこいつコロッとなるからじゃあお前って手のひら返しですよお前がだってツッコミ入れたわけじゃん、俺に対してあの嘘くさいみたいな笑い方を笑うなみたいな、あれはコメントをちょっと読んだ方が、うん、まだ見てる人的に面白いかなと思ってちょっと触れてみたのよ、うんうん、でもね、僕ね、ほんと長田さんとかね、ミルさんの話ねすげえ面白かったんですよ、うん、ただコメントにね、コメントに、あの、ヒゲさん、そろそろブラックニッカー買わなくていいのみたいなコメントをいただいたんで、あ、確かに僕の、もう半分なくなってますからね、さっき買ったばっかりで。あの冒頭の沈黙は何だったのすいません、本当に、あの、良かれと思ってやったんですけども、はい。まあ、あの、皆さん、あの、ね、喋れる人ばっかりじゃないですか。ほら、明日のヒゲさんを思うとなじれない。ああ、ね。一日経っちゃったら明日です。ごめんね。あの、一つだけ分かってほしいのは、一番体張ったのは僕だと思ってます。え、何、ジダジさん、いやいや、乾杯!186番さんが、はい、酒足りないんじゃない?いや、いただきます。よく頑張ったっていうコメントとかね。185、ずっと無限、無言にすればよかったわ、ね、ああ、そっちもいい。ヒゲさんはね、微妙にナイーブだからね、うん、耐えられないんだよね。あのね、あの、たぶん。え、何それ怖い。
最近これ好きだよ。何それ怖い。ハリソンも中は多分。椅子とか。広い。あら、グラスがかすげえなぁ。ヒゲさんはいらない方。あの、ほんと触られそうな。今200万が。あの、微妙にない。まあ、ある意味、ガゼツ氏の秘密兵器ということで、一生秘密にしていただければ、これ幸いでございますので、本当にありがとうございました。208番の、いや、滑らんな。滑らんな。滑らない話のさ、いや、滑らんなって言ってるとき、大体滑ってるんだよ。あれ、つらいよね。滑らない話だよって言わなきゃいけないぐらい滑ってる話っていう。あの、次はまともにやります。もう、流行ったらいいのに。そうですよ。221番さんのコメントにはもう愛がない。最後の出演かっていうのもありますからね。でもね、みんな面白かった。でも、ヒゲさん、うん、あのさ、お前の話しろよ。みんなの話しろよ。いや、もう自分の反省会だから。だからもう一本だったら、うん、どう面白くするか。多分、もう通用しないよ。乾杯し続けるわ。あのさ、僕ってさ、あれ一発芸だもん。結局さ、僕ってさ、皆さんの、あの、スモールスケールなネタしかできないわけですよ。例えば、小沢さんの喋りであったりとか、ミロさんのそのモバイル配信であったりとか、うん、そういう感じでしか僕できないんですよ。だから、二番煎じになっちゃうんですかね、どうしても。うん、じゃあ、僕なりの何かっていうのは何かっていうと、酒を飲むしかないでしょ。そっちに行っちゃうんだよ。それ、ゲイか、まあ、ゲイってか。だからただのアル中のおっさんだもん。お前じゃあ、半分開けてみろよ、これ。半分開いてるんだ。すげえな。すごいね。しかも前の瓶も少し残ってたから。すごいね。1時間で半分開けたんだ。あとアンカナって基本的に周り頼みだよね。そうですね。ほらそれしかないの薄いね。そう258すごいわ。いやだから俺もね たまにヒーさんに話してるちょっとかわいそうになるから。いや僕もだってこの人怖いね。金じゃ無理だもん。だって僕でもね5分過ぎた ところからねもう俺面白くてしょうがない。最初の2、3分は耐えられたんだよね。またかえループじゃんみたいな。そうだけど5分であこいつやばいって思うしかない。おかしいでしょ。あこいつ限界超える気だって。面白かったな。本当すみませんでした。ありがとうございました。ヒゲさん見てると悲しくなる。ヒゲさんはね、うん、あの何にもない人にとってみると、うん、自分を投影してるようなのよ。ああ、だからあの僕より結構あのしれっときつい。いいですよ。テレコンテレベルじゃなくて、あのなんかあの他人として笑うじゃなくて、うん、自分がこのシチュエーションだったら俺もこれやらなきゃいけないのかなみたいな。辛い感じが伝わってきちゃうのよ。まあいい意味でなんか親近感がある。いやいやいや、まあね。だってほら、しゅうちゃんはね、やっぱり親近感、そういう意味ではね、しゅうちゃんの立場になれないのよ。俺しゅうちゃんだったら思えないのよ。やっぱいろんな持ち家あるし、ありますもんね、見た目が面白いから、うんうん、だからそういう意味でいくとね、一番ね、そのダメな感じの自分との共感を感じるのは、ダメなんだけど、まあ、ある意味ブルーカーの代表みたいなもんですから。またほら、飲もうとするから。もうやめてあげて。そうですね。ほら、マジダメ出しされてる、ヒゲさん、頑張れ。はい、ありがとうございました。ヒゲさんに頑張れっていうのが一番辛くて、もう飲むしかないんだよ。だ頑張れって言ってるのがきついね、ほんとに。あるっつうねん、あるっつうねん。次は、ね、で、オチはお前、ないわ。セリフ来たお前、ヒゲ黒いすぎ。ありがとうございました。そんなわけでヒゲさんでしたね。はい、お疲れ様です。次は、シュウちゃん。4次元殺法が出たわけです。誰がデブやもういいんだよ、もうやったらいいんだよ。シュウジロは卑怯だよね。まあ、自分がどうだとはね。次回こう変えたらもっと俺は面白い。そうね。まあ、もうちょっとテンポよくやれたらいいかなって思ったんだけど。まあ、こいつはひどい。もうね、僕の場合、まあ、こう、まあ、滑り芸をずっと重ねていくっていうね。はいはいはい。で、まあ、そのループっていうのはね。お腹出すぎだろとかさ。そうそう。見た目だけでさ、ツッコミ入るのにして。やっぱりひどいよ。ひどいって。腹芸は卑怯、卵うめえよとかさ。卵うめえよ。腹どうなってんだよ。どうだお前。シュシュは全身飛び飛ぶ。ポニョキや。あ、そうそう、ポニョが出たのか。俺こっち側でコメントだけで笑ってたんだよ。いやいや、なんでポニョ登場やねんみたいな。面白い反省会だ。そうだ、そうだ、面白い話だ。面白かった。思い出を聞いてる場合じゃねえんだよ。はい、どうぞどうぞ。まあそうね、うん、だからまあ、そうね、もうちょっとテンポよく。同じ、
なんで2回言うの、とりあえずノープラン、なんかいつものネタやっても仕方ないのかなと思って。ああ、新境地を開拓しようとした。そう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 。さすが探検家。おチャレンジですね。修二郎探検家。初めて知った俺も。初めて知った俺も。初めてやってみた。教わりでなんかちゃんとなんか出来上がってたの。ミュージシャンだからね。乗っかるしかないから。お前ね、ミュージシャンだからねって言えば済むと思うんだよ。歌えばよかったのにってあるけど。はい、あえて封印したよね。そう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 。だから最後結局歌わねえのかなっていうな。テーマまでやろうとしてるって、まあ、ありありと分かって、目的には妥協だったの。そうそう、あれは、ね、お前そこまで言うな。あれ長すぎた。そう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 。え、まだ30秒もあんのかよみたいな、ね。ね、はい、あ、こいつで歌えないんだってやろうとしてる中で一生懸命引っ張ろうとしてる中で見えてたけど、まあそこは突っ込まないようにしようかな。まあね、そこら辺、うん、切れてるところが面白かった。シュージュ、夜中にプリン食べてなよ。おいおい、何何ほら、あれは見え見えだった。あ、そうだ、あそこ。シュージュちゃんは牛丼を買ってきて早食いって。これは確かにそうだね。若干悔しかったのはシュージュちゃんが。ただデブは食ってる感じじゃないか。それが面白いから大丈夫ですよ。バンドが言ってなさすぎる。デブが食ってるのってそんな面白いのかな。いや、でもね、419番、この中でシュージュちゃん、アメリカだぜって意味がない。何いいセンスいい。いいコメント。いや、ほんと面白い。アメリカだから、アメリカってなんだよ。ガンダムね、ガンダムも違うからね。ガンダム、ガンダム、椅子すごいだよ、こいつ。そうだよ。あれもね、おかしいな、デブだよ、もう。あれあれあ、無理だ、俺。この上にせいぞ、無理だよ、もう。椅子に中腰できない生き物としてどうなの。いや、ちゃんとしたでしょ。いや、そうね、うん。なんだろうね。難しいよ、でも。いや、ほら、デブっていうだけで素晴らしいっていう。あー。ね、いや、可愛すぎるってありますからね。ロスト出てた。宝くじ当たったやつ。ああ、来てる。いいんだよ。デブは正義。ここら辺のコメントしか来ねえ。デブは人生。新種だから仕方ない。コメント出てた。テンプレ通りのデブ。あ、ね、前田君コメント書いたけど、僕スルーしといた。そう、いじられてるだけで10分経つっていうのがね、あ、やっぱね、滑り芸できる人強いよね。まあね、つまんないことやる、つまんないだから面白いっていうのだからさ、もうどんどんつまんないことやればいいわけじゃん。あたかもお前自分できないかと思ってたまに。だからさ、面白いことやったらそれも大爆笑だし、外しても笑いになるから基本外れがないのよ。あれもね、やっぱ羨ましいよ。お前傷つくぞ結構それ。えはい、そんなわけでね。滑り芸もできてないと思うんだけど。あ、俺滑り芸がないの？うん。あ、ごめんごめん。滑り芸って、あれ、やり続けるのすっごいね、なんかね、心臓に悪いと思うんだよね。傷ってる感じ。そうそうそう。帰ります。あれはやりたくないもん。だから俺ハート強いんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って。それはなんか違うと思う。なんか自分のこと書かれるとスルーしそうって上に指摘されてたけど。何拾ってんの、そんな面白い。面白いコメント拾うならみんな見てる人も楽しいと思うんだけど、はい、面白くないコメント拾ったらしょうがないでしょ。何の反省かある。見てるか、前田君。反省しとけ。うっさいわ。すいません、本当すいません。で、まあ、しゅうちゃん。僕、じゃあ、しゅうちゃんの締めを。締め、じゃあ、食べます。やるわ、あるわ、この子、本当に。で、一番滑ってたら、ひろゆきの。そうだね。じゃあ、最後、じゃあ、自己嫌悪。僕は、基本的に持ちネタがないことが分かっちゃうので、最後を選んだ時点で、とりあえず5人をいじって、2分ずつ引っ張れば10分。で、今言ったけど、よく考えたら4人だから8分。あなたすごい、本当に。で、まあ、とりあえずいじろうと思って、ヒゲさんはね、いじりやすかったんで、ヒゲさんをいじって、ヒゲさんのことを考えてるうちに、残りの人のことを完全に忘れてた。珍しいですね。結構振り回っちゃって、次、隣、ミロさんって振って、その後に、なぜか、シュウちゃんに行かずに、おさまさんになるんですよ。シュウちゃん、こっちに持ってくるんだ。本当は最初は、おさまさんの話するはずだったけど、まずその時点で俺、失敗してる。結構テンパってたよ。これはね、きつい。順番、じゃあここは順番に変えようと思って、順番でもなぜか見た目でしゅうちゃん見ちゃったから、しゅうちゃん
うわちゃーと思って。もうその時点でね、焦りが始まったわけです。ヒロさんですら焦るんだ。あのね、僕本当にね、一人で喋れないんですよ。そんなことないじゃん。最近ね、あの、まあ、うちの話なんですけどね、ガジェツプレミアムっていうチャンネルを作ったんですよ。はいはいはい。有料の動画しか上げないという不思議なチャンネルを、うん、でそれでね、まあ上げよう、そういうの作ろうって話になって、うん、じゃあ上げるもんないからって僕が一人話をしたやつっていうのを上げるっていうのをエンコードしながら自分のを聞いてたのね、うん、あ、タモソケ、うん、タモソケ、タモソケよりもフロリダにやったやつを聞いた、あ、はいはいはい、フロリダのやつで、ね、あのパート5まであって 1,2,3 はまあ聞けたのね、うん、で5番目がねメッセージサーバーが落ちてて、あコメントもない状態で俺一人で喋るっていうやつを見てて、もう見てる自分が辛いの。こいつ本当面白くねえなと思って。いやそれどう上げたんですか。もうあのだからあのね、上げるにあたってこういう話題をしましたよってサマリーも作んなきゃいけないと思って、うん、パート1、2、3とかいろいろ書いてたわけですよ、うん、ビールの話とかアメリカの話とか、うん、5はもう何の話もしないから。誰かに振りたいと思ったんだけど、振る相手もいないから、結構失礼だよ。孤独だ。もう、で、どうせ誰も見ないや、これ。ほんと自分のダメなんですよ。いや、そうだったのか。あの、一人語り、ほんと苦手で。コメントがないと放送できない子って言われてますから。今回ね、このコメントも結構そういう意味では、うん、その自分の助けにならない。そう。コメントが助けてくんないんだよね。はい、厳しかった。それはね、あの、二人を見てて、僕も学びました。はい。もうそういう意味で、ね、コメントに頼らないっていう選択をした、こことここは結構ね、はい、僕だからもう最後だから、はい、もう間が持たなくなったらコメント読んで、適当にコメント返して、あなたが、まあ、いつもやってることだし、全然いけますよって思ったら、なんでこいつらテンパってんの。その指ができてない時点でテンパってんだよ。あ、これやばいなと思って。なんかさ、酒買いに行ったりとかさ、とりあえず前もと便所行ったりとかさ、神経質だな、たった10分ですよ。もう30分枠何回やってますかみたいな。それがそれがね、悠長やな。話し相手がいればね。まあね。ね。キラーワードそうですよ。落ちは。落ちは。キラーワード。そうだ、話し相手がいればってもそうなのよ。そうだから、例えばここでこうやって喋ってても、うん、周りが完全にアウェーの状態で、周りで目合わせても食えないんですよ。周りがずーっと目になってるんだけどさ、笑うといいと思うよ。ほんとテンパってて、あの、ね、頭ぐるぐる回転しちゃってるから、うん、早口になるのよ、うん、だから周りが何聞いてるかとか聞く速度とかも考えない、うん、どんどん早口になって、うん、早口で喋る方で周波数を使っちゃうから、うん、次のネタ考えられないの。わかる、それはわかる。林家ペンの歌終わっちゃったって。あそこがくらいになったんだ。赤羽どうしようと思って、赤羽で芸能人ネタっていうだけ覚えてたけど、赤羽で芸能人他にいないと思って。途中でね、小田島隆さんって話を僕何回かしてんだけど、小田島隆さんのネタなんて知らねえんだよ。赤羽の在住ってだけでさ。あ、困った。じゃあここでペンでもう一回だと思って。で、あの、同じネタを繰り返すっていう、ネタをやることで笑いを作って考えようっていうので考えたんだけど、本当に浮かばなかった。で、しょうがないから林家ペンもう一回だけど。しかも下ネタ。珍しく。君が一番嫌いな下ネタをね。だから林家ペンのネタ知らねえんだもん、他に。知らないです。林家ペンが喋ってる途中にね、うん、コメントね、それ前に聞いた。で、また追い詰められるわけ。だいたいこのネタ喋ってるよと思って、ね、喋ってない林家ペンの歌ってなんだろうと思って言えなかったやつしか思えなかった。そうなんだね、裏で出てくる漫画で言ってたこれ面白いと思うんだけどできないんだよね。でもそれがピコンっていう感じ浮かんじゃうと、もうその話しかないから頭の中にするしかないと思ってして、ちょっと笑いがあるかなと思ったら本当になって、どんびき僕もどんびき。ひどいね。いつも絶対言わない下ネタを言ったのにびっくりしたっていうね。まあでもね、まあ一番多分この中で一番僕は付き合い長いと思うんですけど、あの、本当にテンパってると思う。下ネタ嫌いなんですよ。嫌いだよね。小学生の頃から。うん。それは前から言われてる。小学生の頃からネタを友達してたんだけど、下ネタだけやらないっていうルールを決めてたの。うん。っていうぐらい下ネタ嫌いなんですよ。卑怯だから。まあね。おいおいおい。その意味はあれだよね、でもその放送してない時とかさ、
まあね。なんかこう、そういうのもあります、ね、別の生き物のに動く何かとかさ。すっげえ喜びながら話して。そういえばそうだな。あれは、仕事なんではなくて、あくまで、面白いネタを、皆さんにね、中で、下ネタって話なんですよ。あれは下ネタなんですけど、あれはでも、万人に受ける面白いネタなんですよ。で、僕も嫌いな下ネタって、ただうんことかちんことかっていう、あの、大人がうんかって言うと大人が嫌がるから、なんかちょっと面白くなっちゃう。ああいうの嫌いなんですよ。っていうネタ、使うまい使うまいと思ってたんですけど、もう引き出し全部変わった。嫌いってない、嫌いってない、嫌いってない。ヒロ、生理用品、キリって書いてあるんですよ。これ辛いなぁ。いやいやいや、自分で。でも、あれですよ。ほら、キャルローのね、この、キリ、あれでしたね。あれでしたね。こっちで持ってくるしかないから、やってるから、もう、ドヤ顔するしかないから。落ちですよっていう。落ちてねーだってよって。変な汗かいたよ。まあ、まあ、変な汗かいたのは私です。あの、みんなかいたと思います。ただね、ぶっちゃけ僕から見たら、本当にみんな面白かったです。あの、正直僕は多分一番笑ったと思うんですけれども、あの、なんだろう、みんなの色が見えたっていうのは正直あります。じゃあここであの、誰が一番面白かったかって。お前それやるの？顔書いてください。あ、やっとそれ。ヒゲオヤジ、ミロ。はい、さあ、ひろゆき、修二郎で、誰が面白かったか。はぁ、はい、名前を書いてください。いやー、ほんとね。修ちゃん、長田さん、ひげ、おさ、修ちゃん、ひげおやじ、修、該当者なし。正解。あ、ひげ、ひげさんぐらいな。すごいね。ついでに前田くんで違うだろ。ほんとに、コメント。点々っていうのがありますからね。修ちゃんも多いな、何げ。おぉ。修ちゃん結構いけるね。いやいやいや、広さもありますよ。なるほど。黒いの黒いの誰該当者なのなるほど。あ、全員、ああ、ありがとうございます。引き上がったのは周りがひどいから。そうです。まあ、いじってくれたもんですから、僕はね。一人じゃ無理ですけど、僕は。コメントの前は。平さん。平さん頼み。平さん頼みとグニャラ君頼み。もう、ライブに頼る。ほら、ミノさんありましたよ。話してない時の雑魚さん。つらいわ。長田さんが一番まともだった。ああ、長田さんが一番まともだったよね。まともだけど、面白いかどうかは別だった。長田さん、やっぱね、ラジオがずっとね、ネットラジオずっとやってたじゃん。ああ、意味のないことをだらだら喋るって。小話になってるんだよね。あのね、長田さんの話はどこが面白かったかっていうのと、ジーンズの話とか、ちゃんとネタとして区切るんだよ。方向性がありますからね。しゅうちゃんはネタとして区切るネタもないし、家さんのネタとして区切れないし、ごめんな。結構微妙なのよ。僕は運に手を任せたから。うん、ジャンルとして確認した。ジャンルとして、考察画像って。考察じゃないから。多分一番アカデミックな話はミロさんですから。それはね。で、君が、なんて言ってるんだよ、僕は。僕はもう全然ね、ほんと。まあ、すごい、滑舌悪くなってる。もう楽しんでいてくれたら。いや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 。ちゃんと喋れ。でね、ここからグラスが空になっちゃった。あわあ、俺も告げ、ほんとに。いやいやいや。いやいや、大丈夫です。もう帰るだけですか、僕は、ほんとにね。あの、送って今日でも違いますね。前田さんと飲み会ですよ。あ、そうなの？前田君と糸数さんと。糸数さんって誰？糸柳さんっていう、あの、なんか、ほら、ハテナにさ、うんこ送りつけて。ああ、またあの人だ。おいおいおい。あの、まともな時はすごくまともな人なんですよね。そうそう、僕まともな人時しか見たことがないから。あの、社内ではさすがにまともないよね。残り50秒でございます。はいはい。はい。で、ちょうどあの、長老からじゃあ、総括を、あの、今回企画の締めを。はい。長老から。長老から。長老っていうか、これ、長老から。長老から。長老から。大体みんな似たような感じだもん。僕も。はい。はい。あと30秒ぐらいですよ。あと30秒。みんなに気を使うのに疲れた。すみません。ごめんなさい。ほんとすみません。すみませんでした。まあ、これでみんな一回り大きくなったことだと思います。ありがとうございます。勉強になりました。また俺太った？そこが。どっちか。シュウちゃん何か食べたらこれね、ちょこちょこ入ってるの。お前はね、明日なんかね、雨に濡れればいい。あと10秒。はい。はい、そんなわけでね、また来週からも皆さんのことよろしくお願いします。あと6月15日なのね。そうです。あ、6月15日。6月15日。こんな感じで皆さん一緒に乗せますんで。